お疲れ様です、プロデューサーさん。暑い日が続きますね。私もフルートの練習をしていたのですが、つい熱中して汗をかいたほどです。アイドルもフルートも、不思議と練習は苦ではありません。吹くほどに音が深みを増して、成長の喜びが常に感じられますから。ただ、暑すぎると指の動きが乱れてしまうのも確かです。私、まだまだ未熟ですね。それで、今日は別のお話がありまして。これから私と一緒に少し練習にお付き合いいただけませんか？できれば他の方はお呼びせずに。もちろん事務所のお友達はみんな大切です。けれど、それでもプロデューサーさんにしか頼れないこともあるのです。受けてくださいますか？ありがとうございます。それでは、行きましょう。私の準備はもうできていますから。準備の内容も全然お尋ねにならないなんて。さすがプロデューサーさんはいつでも準備万端な方ですね。どうでしょうか、プロデューサーさん。始めた頃よりもフォームは良くなっているでしょうか。よかった。私決して泳げないわけではないんですが、上手だと胸を張れるほどでもなくって、少し気にしていたんです。泳ぎが上手な方を見ると綺麗で憧れます。でも憧れてばかりでは上達しませんよね。練習を積み重ねないと。でも一人では自分がどう泳いでいるのかわかりませんし、お友達とではついつい遊んでしまいそうで。だから思い切ってプロデューサーさんにお相手をお願いしたんです。心よく引き受けてくださってありがとうございます。見ていてくださると心の支えになりますね。レッスンが辛い時やライブでどうしようもなく緊張してしまった時のように、今日プールから上がるまでには必ず綺麗に泳ぐ私をお見せします。だからもう少しお付き合いをお願いしますね。